意表をつくのが好き。ジーパンの上からこういう部分が見えてくる。どう？こういう感じ。初めての財布。大体ね、ポケットの上だとここぐらいしか見えないんだよね。大体ね、ジーパンとか履くとね、見えてくるのこれぐらい。ここが面白くないと全然この財布って面白くないわけだな。初めて作る財布、最新の財布、こんな感じ。ないんだよね、あんまりこういうのね。ないんだからこう作っちゃうっていう感じですね。今日はこれです。私が作る初めての財布。あら、みーちゃん、みーちゃん来た。みーちゃん、うるさいな、あんた。みーちゃん、今日はね、財布、マックの中で初めて作った、財布です。こんな感じ。どう？まあ、本当はなんかこれで短く失敗しちゃったんだけどね。まあ、私の場合はこの失敗はない。失敗したらそこからなんかデザインを変更して、さも狙ったようなデザインに持ってくる。これが私の作品です。みーちゃん。